手塚立造明治11年11月29日は、日本の幕末から、明治初期の洋学者、外交官である、名は県別名に、世脇義介、世脇久人と呼ばれる。父は、医師の手塚春隆、母は、世脇氏。17歳からの4年間、長崎の高島周藩に法術を、21歳からの4年間は、江戸の坪井信道に蘭学を学んだ。 相国熊毛郡相村に、医師、手塚受仙の次男として生まれる。天保九年、長崎において、高島周藩やシーボルトに、蘭学、造船術などを学び、後英学にも長じた。華鋭三年、江戸に出たが、国水論者の追及を逃れるため母方の姓を、名乗って、世脇久人と変名し、下佐国桜に移り、華鋭四年、桜藩に仕え、 乱書の翻訳に従事した。嘉永6年、私塾また、神道を江戸本郷に開き、神田公平らを教えた。青州津田仙らはその門人、安政3年江戸の版書調べ書の教授手伝いとして出資した。維新後は、改正学校教授を経て、外務省に出資して、外務省貿易事務官となり、ロシアや朝鮮の事情を視察した。 明治9年外務省7党出資貿易事務官として、ロシアのウラジオストクに往来し、日本とロシアの貿易の進行に尽力したが、明治11年1月29日帰国の戦中で、病死した。著役所には、解剖加工新覧、大勢死略、大筒主要覧、万国寿司があり、また、伊予市都市文則座エレメンタリー茶タキズマス、イングリッシュグラマー1850年版を復刻した。 長女の富子は、高木兼弘の妻、世脇久人に関するカテゴリー、ありがとうございます。